の瀬でございます。はい。まあ、ちょっとね、一から今年一年振り返っていこうかなと思って。始まりはさ、大忘年会始まりはあるから。ということでですね、2023年も、ローズの皆さんにもですね、たくさんお世話になりましたということで、本日が12月31日、年の瀬でございますということで、大忘年会5年間行きましょうよ、はい、さあ皆さんじゃあね、お酒開いたよということで、はい、じゃあちょっと、リーダー2023年も皆さん本当にお疲れ様でしたということでよいしょ、お疲れ様でした今日は楽しく飲んでいきましょう、はい、カンパリーナつかまらないと俺がいつもやってる乾杯みたいだと思われちゃうからね。なんか友達おらんキャラで実はなんか夜遊びまくってる時のなんかやつみたいな感じ。ああ、そう、そのね、フラグを立てるのもよくない全部よくないよ、ね、今年1年ちょっとじゃあ軽く振り返りますか。うん、一大ニュース何だった今年の一大ニュース。僕マジで本当に一番本当に一番思ってるのは水ダイエット。ああ、結構ね苦しかった、うん、でも楽しかった。だって今配信でチョコ何百個も食べてんのやろ。そう、俺ね年末までなんとチョコ600個食べてる。すごいね。いいな。カロリー計算したら1万7000キロカロリー食べなきゃいけないし。いいねそれ。うん、健二郎、まあ今年一番のニュースで言うとメンバーが唯一辞めない年ができたっていう。確かに、まあ、確かに今年誰も辞めてないね。なんで辞めなかったの？ああ、なんでだろうね。焦りじゃないかな。よかった、言ってくれた。メンバー一人一人となんかどっか行ったりとか、まあ、ペア動画もね、動画撮ったりとか。ケンジとはね、最近だったし、うん、ターゴとはキャンプ、あれとか、ね、グランピング、グランピングね、俺とは石垣島って、まあ、インドとは強いよね。まあ、確かに、確かに。あ、僕、あの増量がやっぱ一番俺の増量が一番インパクトかな。マジで食べる量と食べるもんが変わった。なんか年上さんにはあんまなんか仲良ないやんじゃないけどさ、うん、そっちのやつ見てみたいっすわとかあんまないっすやんって言うやん、うん、俺ら3人で今年2回の見に行ってんのよ。そうなん。そうなんよ。1回しかも朝まで行ってます。あら、うん、ほんまや。そうやわ。テキーラ30ぐらいマジ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 。亮太も10。そう。そう。で、そのまま次の日のダンス普通に来てます。なんですかね、YouTuber の分からんけど、スケジュール普通に来てます。だから、このみんながいるほど、あれって俺ら3人で、普通におもろかったよ。普通におもろかった。マジで仲いいと思う。うん。で、CCC の話しないでしょ。あー。ヨンだと仕事の話はできないよ。お前、似てるぜ。わかんないか。ミナとかもどうですか？俺は結構、そう、あのね、まあ、すっかり忘れてたっていうか、俺、喉手術してたよ。おー、そうだ。俺、それを忘れてて。え、忘れてたんだ。そう。喉手術して3ヶ月間声が出せない生活を過ごすってさ、なかなか経験できない。確かに。っていうのが。それでもめっちゃ普通に一大ニュースじゃないですか、ね、自分的に言ったら。じゃあ、CCC はね、まあ、ステージ立ってること以外に、こうやって YouTube でいろんなことを企画やったりとか、あとは視聴者を巻き込んで結構新しいことを挑戦したりするグループなので、うん、はい、まあ、今年もいろいろやってきたんですけれども、いや、このタイミングでいろいろと発表したいことがある。おっ、発表ごとや。年末。そうや、そうだよ。まあ、あの新しい発表というよりかはじゃあお前でもさ、さっきさテキーラ10飲んでる時ってね、経歴があるからバラされてるから無理やって。まあ、そんな亮太なんですけれども、うん、もうあのローズを震撼させた、はい、視聴者を震撼させたあのサムネ、まああれはちょっとね、こう物議を醸したよね。彼、うん、が発言したのは増量宣言をしたんですよ、はい、で、あの動画でも言ってました、年末までに、うん、5キロ増やす、はい、おっ5キロ。そのまあ結果を彼の口からちょっと発表してほしいなと。おあの時から何キロ増やせたのか。はい、まあ僕、まあ、宣言させてもらって、はい、まあジムもパーソナルジムもね11月から通わせてもらって、食べるご飯だったりとかタンパク質を取ればいいとか、そこからプロテインを毎朝ね出ていく前と寝る前に毎日毎日飲んでます今も、うん、そしてもう肩幅もなで肩が結構治りまして、おう、そう、なんかもうほんま矢印って言われへんぐらい。今日めっちゃ矢印じゃん。まあそんな僕の
この2ヶ月間の成績を発表したいと思います。はい。これ始まりは、50.8 キロでした。はい。お2ヶ月経ちまして、なんと、5キロ増えました。マジ？なんて？なんて？なんて？本当に増えた？そこから2ヶ月で、5キロ増えました。5キロ増えた？マジ？マジで？ほんまに5キロ？でも5キロ増えた。んなんで？すげえ、おめでとう。おめでとう。さあ、よし、行こうか。まだまだ、ね、あとはですね、5キロ増やして 51.3 キロです。え、ちゃんと言って。何ですか？2ヶ月で増量したのは、うん、0.5 キロです。 0.5 キロ。どうしたんですか？本当にあんな大層な動画を出してまで宣言してやったにもかかわらず、結果 500g しか増えなかったことで本当に申し訳ありませんでした。でもまだあと3日ありますから。もう31日年越しそば5キロ食べる。ほんまに増えへんかった。マジでサボった。サボった。食べる飯はサボってない、ほんまに。ジムは2ヶ月ちょいで3回。3回。いや、まあこれもな、深夜じゃあ確かに。いや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 、もうライブ前とかに行ったら終わるから、ほんまに声も出やんなるし。俺やっぱりその年末までって言ったけど、ちょっともう何も言わんと。あ、でも続けるの、もうこれで無理だって。いや、俺はもう続ける。マジで頑張らして。しし、俺関係ないから頑張る。止めてないから。どうぞ。宣言だけ一緒に。そうだね、じゃあ6月までに。いや、マジ6月までに本当に、マジで、体重が増えなくても見せれる体にします。うん、自分一人でやってる分にはやっぱ甘かったんかなって思う。うん、もっとやっぱ自炊とかもして頑張っていかなあかんなっていうのは思いました。間違いないね。まだまだ足りないっていうことを思ったので、ちょっと頑張ります。じゃあ引き続き、はい、続行、はい、頑張ります。毎度。はい、じゃあ亮太のね、増量はまだまだちょっと乞うご期待ということで。そうですね、はい、来年に持ち越しなんですけれども、大きな発表を2つしたいと思います。まず1つ、マーヴェリックの、うん、SS 席完売しました。おい、6月に行われる僕たちのサードワンマンライブ、マーヴェリックが、まあ、この間のね、12月のワンマンライブで、発表をしたんですけれども、まあ、そこから一番前の、はい、SS 席っていうところが、うん、まあ、発売が開始しまして、はい、なんと1ヶ月も経たないうちに完売しました。素晴らしい。すげえ、ありがとうございます。SS 席だけで言うと1000分の210席です。はいはいはい。こっからが本題だね。はい。その210席の内訳ですね。おー、あ、そうか。誰が何票っていうのがね、出てます。出ちゃってる。今んとこその誰が今、じゃあ150枚に一番近くで誰が遠いかが出てます。え、発表するんですか？発表します。うわ。発表するだろ、絶対に。まあ、SS 席に関しては言ってもね、抽選ですし、まだ言っても焦るタイミングではないというか、まあ現状今の自分のファンの子たちが SS 席をどれだけ求めてるのかっていうのがなんとなく見える指標になってるので、うん、嬉しいな、ありがたいなって思いながら聞いてもらえたらなという感じです。はいはい、というわけで清水さん、あ、清水、それをせーので僕らの方に向けてほしいです。そっちも書いてあるんですけど、まあ第1回目の中間発表ですね。はい、この先6月に向けて何度も中間発表ありますけれども、とりあえずは一番の SS 席どれだけそれぞれ売れたのか発表お願いします。せーの、ドドン。え、おお、え、おお、えー、あ、そうなんだ。港が90、もう100切った。100切りました。はい、というわけで、まあ皆さんにももう見えてると思うんですけれども、ミナト残り枚数が97枚、はい、ターボが111枚、うん、ハズキが115枚、リョータ121枚、フートとケンジが同率で123枚です。なるほど。はい、おまあ初動はこんな感じだよ。だからもうファンクラブに入ってくださってる方々のみ
購入してくれた抽選当たった人たちです、はい、なるほど、なので全然これは本当にあなんかな、もう1ヶ月後にくるっと変わってるので全然あるような数字、抽選なので、ね、俺らまあ港とでも30差あるからね、いやだいぶでかいそうやな、だいぶでかいな、確かに30はでかいよ俺もね、なんかあの発表からずっと考えてたんだけど、まあ、メンバー同士の競争ももちろんなんだけども、結局自分との戦いだから、そうだね、どんだけ自分を追い込んで、うん、それを周りに認めてもらうかっていうところだと思うので、まあ、残りこの数をね、全員で売り切って、何よりも一番の目的は、目標は別に、各々がこの数字を売り切るっていうことよりも、それぞれが成長して1000人動員達成するってことだから、そうだね。CCC として。うん。うん、間違いない。そのためにも、ちょっと気合入れて、また来年から頑張っていきましょう。いいね、なんかさ、ちょっと引き締まったんじゃない？そうだね、そうだな、リアルに悪い忘年会じゃないよ、そうだね、リアルに数字が出るってことだね、ほんまに、いいね、確かに。そして、もう一つ、ん、このタイミングで発表しなければいけないのがベストペアです。わーい、これ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 、2023年はまあ、ペアっていうもの、うん、2人1組っていうものにちょっと1個コンテンツ、うん、エンタメコンテンツを置きまして、今年1年の一番輝いたペア、これはもうなんか単純に誰が好きとかっていうよりも、誰と誰のこの2人でいるこの空気感好きとか、うん、この2人がいいなっていうのをアンケート投票取りました。はい、来ました、来たか、来ましたよ。ベストペアに選ばれた2人は来年ね、いろんな特典が待ってます、ね、いいなぁ、ちなみに、全部で何票集まったか教えてもらえますか。総票数は449票です。おぉーさあ、というわけで、はい、早速ね、ベストペアの発表に行きたいんですけれども、はい、じゃあケンジが、はい、出なきゃいけない。あ、出なきゃいけない、はい、仕事の顔するんだ、こっちこっちプライベートで、はい、ちょっと予定があると。あ、なるほどね。はぁ、ということで、ケンジちょっともうここで、行かなきゃいけないので、3位までにケンジのペアが入ってるかどうかだけ先教えてもらっていいですか。あんねやったらもう、ね、あ、そうだそうだそうだ、入ってません。はい、彼言うことしよう、言うことしよう、言うことしよう、もう私明日から会わない、そうか、言うことしよう、言うことしよう、言うことしよう、やめろ、やっぱ帰んない、やめろ、やめろ、やめろ、帰れでしょ。ということで皆さん、本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ、いいね、言うことしよう、はい、行くぜ、来年はそこを改めろよ。それな、めっちゃばらけてます。それとももう1位はもうちゃんと1位な、ぶっちぎりっすか。1位はぶっちぎりかもしれない。2位3位がドン、うん、同率。えっ、2位3位、えっ、2位3位、マジ、やば、同率2位、すげえ。でも1位はぶっちぎりなんですね。じゃあもうそこ一気にいっちゃいましょうか。はい、同率2位の1ペア目は61票。おお、結構入ってるね。面白い、2つだよね。えっ、葉月みなと。おお、すげえ、あー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 、すげえすげえ、すげえ、あの動画1個じゃない、でもショート確かに、あれだお前決まりすぎやろうわー、でも1位あるとしたら俺が1位あるとしたらみなとなはず。いや、でもあの旅行はマジでよかった、よかった。うん、じゃあいきますか、はい、もう一組ね、こいつ、そうね、呼ばれんな、ここ呼ばれんかったやん、あるマジで呼ばれたくない。もう一組のペアは61票やもんな。そうだね、ふうたりょうた。おわー、おわー、おわー、ラブアゴンだ、ミーラ、ここミーラよ、今合ってん、何ちょっと、俺結構1位やと思ってたね。もうラブアゴンって名前がついてるぐらいだよねそれはお前らがつけただけやから別にふうたりょうたとか、普通にはみんなに感動したし、ちょっとな、そう、あれよかったよね。俺 YouTube で見てもちょっとグッときたもん、うん、手紙の下りよかった。いやもう俺そうなんですよ俺手紙嫌やな、もう一回読めばそこ、じゃあじゃあもうじゃあ、あれなんだお前なんでやねんお前、お前背景にしようやもうええって今全員呼ばれたじゃん、うん、俺だけまだ呼ばれてるね。でこれ俺呼ばれなかった場合さ、これ俺も一緒に帰っててよかったじゃん。いやいやいや、お前さ、行くとこがないから。あ、そう、別に行くとこがないから。え、じゃあ、4位聞く。あ、そうしよう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 。じゃあ、4組目って言うんですかね。4組目。3位。55票。おい、多いな、多いな、多いな、多い。すげえ。港亮太。イルミネーション。え、4位 ?4 位。お前、なんであの動画で55票入るの、すごで、お前、じゃあ。
いいやほんまに書いてよかったまだ分からない俺でも今んとこ名前出てきたの俺だけだからねほんまや俺の票が1個にガーンって集まってる可能性あるからほんまやそれやほんまや分かれてんもんなそうしかもターゴと誰かやねもう来たケンちゃんいないからありがとう確かにターゴとここにいる誰か確かに1位はまあじゃあ聞きますか行きましょうよーしそれではいよいよですベストフェアアワード2023栄えある第1位の得票数とペアを発表してください得票数は85票やばっもうダントツやわそれは稲戸風だわじゃあ沈みすぎ沈みすぎじゃあ沈みすぎ静かになりすぎやわどういう気持ちの静かお前らかい裏返ってるよお前らかい2割ね俺入ってないかい2割ね俺いらんかったやんが6割いやだから多分このやりとりなんやと思うねんなあ YouTube 上でのそうペア動画で選ばれた可能性はゼロだからお前それはそれはそれは分からんやんお前だお前だでもこれはマジでさっきも言った通りだけど俺じゃあ例えばさマーベリックもそうよさっきのさチケット特販売数で言ったらさ2位なのよでもペアで選ばれないってことはもう1人のイメージなのよああやっぱみんなとまだ仲 100% で仲良くなりきってないだったら俺の方が仲いいところ見せれてんのまあでも本当にいろんな15組ある中です、うん、何百票って集めまして港風太ペアおめでとう1位ですあなたたちがいいなこれちなみになんですけどビリー聞いていいですかあの票数とペア知りたいあほんまやな最下位は3票3え449分の3ケンジリョウだえ港ターゴって何票ですか17票めっちゃ入ってるやんひえ可能性あるお前人祝った動画でピリになってるうわーマジまあというわけでまああの新しい試みであったベストペアアワードでしたけれどもいいね1位は港風太ということでありがとうございますありがとうございますCCC を2024でもよろしくってことですね、はい、そうだね、うん、またね6人でいろんな夢を見ながら、はい、ちょっと叶えていきたいなと思いますので、はい、まあねあのこの2023年も、まあ、6人体制になってすごくあの年明けとかもね不安定な YouTube の体制自体も不安定でなかなか動画をお届けできなかったりとかまあ投稿頻度もねあの毎日投稿をやりながらもやっぱり自分たちに必要なことを考えた時にこう減らしてみたりとか結構ねこう揺れた部分もあったんですけれどもまあ結局こうやって忘年会っていう動画を出せるってことはこの1年間支えてもらえたということでまた来年もね皆さんに楽しいエンタメコンテンツ届けることは変わりないので、ぜひ引き続き CCC のチャンネルを楽しんでもらいながらライブにね遊びに来てもらえたらなと思いますので、本当に今年1年間ありがとうございましたありがとうございましたそして来年もよろしくお願いしますよろしくお願いしますというわけで皆さんまた来年の動画でお会いいたしましょう2024年もよろしくお願いします良いお年をバイバーイ来年もよろしくねありがとうございますなんてなんてよろしこちゃんです一気やないいけーい良いお年をバイバーイ